ピエール・ジュリアン・ジョセフ・マリー・ド・ゴールは、フランスの政治家。シャルル・ド・ゴールの弟であり、兄は、ピエールのことを、私の一番小さな心配の種と呼んだ。パリ出身。法律と政治学を学び、1921年に、ユニオン・パリジェンヌ銀行に入港し、リヨン支店の共同ディレクター及び、銀行の副理事となった。アンリ・ラフォン・トドリと親密であった。 1926年4月20日に、マドレーヌ・ドルプーブと結婚し、シャンタル、オリビエ、ベローニカ、ルネ、アランの5人の子供を設けた。第一次世界大戦に、砲兵将尉として、第二次世界大戦には、砲兵中佐として従軍した。第二次世界大戦にはレジスタンスとして、スデラ・リベレーションに参加した。1943年3月16日に、 ヌイで家族の元を訪問中、逮捕され投獄された。ミリ刑務所、フレスネ刑務所を経て、そして最終的には、ボヘミアのアイゼンベルク収容所へと収監された。戦争の終結により解放され、1945年5月12日にパリに帰還し、銀行へと復職した。アニシャルルはピエールに対し、フランス国民連合への参加を進めた。 1947年にパリ市議会議員、1951年にはパリ市議会議長に選出された。RPF、ヨーロズ所属で1948年から1951年まで共和国評議会議員、1951年から1956年まで国民議会議員を務めた。特にアンドレ・マリーアンとシャルル・バランジェが提出した。 無償教育に関する法の支援とセットへの反対が特筆される。政治活動のほか保健中介業、不動産業、アフリカ金融公社、マルチプレックスなどの理事会や取締役会でも役員を務めた。ニュース・ドゥー、アンティミティなどの雑誌を発刊するデル・トゥーカの編集も務めた。議員、議会やピエールをブルッセル万国博覧会フランス部門委員長に 任命したピエールマンデスフランス首相の側に立つことはなかった。エリゼ宮殿訪問中に心臓発作に襲われ、数日後の1959年12月26日にヌイーシュルセーヌにて62歳で死去した。p ディメリット、シープリウム、l アッサシナジュボンキュー,エールラフォンド、あの EEN1962、ヒスタラマ29、293、 アブディル1976ありがとうございます。